まずはここまで2位の藤枝東対4位のグランパスユース。試合は立ち上がりから動きます。前半3分、グランパスはシュートのこぼれ球を9番津田がゴール、先制点を奪います。負けると道を断たれる藤枝東は10番赤星を中心に反撃を行いますが、決定力を欠きゴールを奪うことができません。このまま終わるかと思われた後半37分、10番赤星がコーナーキックを直接ゲット。劇的なエースのスーパーゴールで追いついた藤枝東、貴重な勝ち点1を加え全日本優勝行きを決めました。最後にこういう泥臭いゲームになるんだなっていうのは分かってましたけど、でもやっぱ本当苦しかったです。今年はとにかくもう全国で優勝するためだけに静岡県の代表として誇りを持って全国で戦いたいなって思ってます。